しゃいます。それでは泉代表の定例記者会見を始めます。では代表お願いします。はい、おはようございます。今日が、事実上の国会の最終日とも言われます。23日が国会の会期ですけども、週末ということで、この金曜日、今日が実質的な最終日となります。改めて昨日内閣不信任案、提出をさせてもらって、自民党から誰かしら良識派が出てくるということも期待をしましたけども、誰一人として改革派はいなかったということであります。日頃、自民党の中で、今の政治はだめだ、なんだと言っている人たちもいるのかどうか分かりませんが、結局、あの中身のない今回の政治資金規正法改正の案を自民党の力で可決をし、そして昨日の内閣不信任案も、もう一糸乱れぬ現状維持ということで、全く、代議士会で何か言った人物はいたと。いうことは報道で伝わっていますが、代議士会で言ったことも、この場に総理がいないのはおかしいという話だけであって、全然本質論じゃないですね。ですから、あんな政治改革案はおかしいと言ってほしかったし、そして総理にはリーダーシップがないと、もっとはっきり言っていただきたいなと思いますが、今の自民党にはそれぐらい期待できる人物はいないということも、国民の皆さんに見えたのではないかなと思います。一方で、野党各党一致をして、この立憲民主党提出の不信任案に賛成をしてくださいました。このことには心から感謝を申し上げたいと思いますし、これからですね、閉会中も立憲民主党としては、とにかく政権準備を急ぎます。次期総選挙に向けて、政権準備を急いでですね、そしていつでも総選挙を戦える状況というのをさらに作っていきます。これは候補者今年の党大会で200名という数に上積みをして、これを決めていきたいという話をしています。現在181名までやってまいりました。ですので、立憲政治塾も明日から始まります。500名ほどの塾生が集まってくださったわけですから、この皆さんにですね、国政へのチャレンジをする意思を確認をしながら、ぜひ優位な人材をさらに集めていきたいなと考えているところでもあります。なんとか早期にこの候補者200名に向かって、それを達成していきたいなという決意を持っていますし、もちろん200名がゴールではありませんので、ここからさらに200名を達成すれば、またさらに次の目標と、233という過半数の目標にも向かっていきたいなと考えているところであります。そして昨日少し代議士会でも話をしたんですが、昨日でですね、過労死防止対策推進法が成立をして10年ということで、私自身がこれ、ずっと取り組んできた法律でもあるし、また取り組みでもあります。当時まだ国会の中で長く活動していた被害者の皆さん、ご遺族の皆さんが、どうして言ってよいものかという中で、私との出会いがあって、超党派の議連をすぐ作ろうと言って、私もその事務局長をやってきました。今、石川県の知事をやっている長谷さんに、議連の会長に就任をしてもらって、与党からも協力を得てですね、この過労死防止対策推進法というのを作って、そこからようやく、医療の世界や、あるいはエンジニアの世界、そして運送、運輸業の世界などですね、特に、この心疾患、あるいは脳疾患というものが比率として高い産業分野ですね、そういったところの対策というものを作り続けてきました。そういったところは働き方改革も含めて、徐々に進んできているというところですし、労災認定も進んできているというふうに思っております。なんとかこの過労死が起きないような社会づくりに向けて、また努力をしていきたいと思います。そして、今、東京都知事選ですね。こちらもいよいよ昨日からスタートしました。いろんな民主主義を考えさせられるその他の話題もあってですね、ポスターの掲示板の問題だとか、大量の立候補というものの問題、これも言われていまして、
まあ、そういったことも気になるところでありますが、この都知事そのものを選ぶということにおいて、蓮舫さんにぜひ頑張っていただきたいし、今の東京都政の予算をもっと人に投資をする方に振り向けていくということをぜひ蓮舫さんには頑張っていただきたいと思ってますので、立憲民主党仲間たちもそれぞれに全力で応援をしていきたいと考えているところであります。まあ、話前後しますが、昨日のその不信任案もそうですけども、まあ、この間、党首討論も通じて、自民党との違いというのは明確になってきたなという点はですね、特に自民党の側は、金を集めないと政治はできないし、若者が金を集められるようにパーティーを容認するべきだという考え方ですね。しかし、今もずっと政治金パーティーは容認された時代が続いてきましたけれども、そういうものがむしろ若い世代、新しい人たちが政治の世界に入る大きな障壁になっているということを立憲民主党としては訴えてきたわけで、そういう、 こう政界全体の資金集め競争を縮小していかなきゃいけない、ダウンサイズしていかなきゃいけない、ということをずっと言い続けて、われわれは改革案を作ってきたわけですが、そういうことの考え方は真っ向違うと思うし、まあ、それは麻生さんや岸田さんは金をたくさん集める政治家ですから、他の追随を許さないというのはまさにこのことでして、そんな真似は国会議員であってもなかなかできる人は少ないわけですから、そうすると彼らはいつまでも権勢を震えるということになるわけですよね。そういう政治を変えなきゃいけないのじゃないのということを立憲民主党としては言っているわけでして、いつまでも金を持っている者が権力を持つという政治を変える、そして多くの優位な能力のある若い世代、新しい世代、国民が政治にチャレンジをできるようにするということが、立憲民主党、そして私が考えている政治ですから、これからもこの違いを明確にしてですね、我々は訴えをしていきたいなというふうに考えております。ということで、はい、まず冒頭は私からは以上です。それでは質疑に入ります。日本テレビの倉本です。今国会事実上の最終日ということで、今国会の振り返りを伺いたいと思います。昨日、不信任案も提出されて、そこで安住委員長がその政治と金の問題が重苦しい雲のように覆って、それが大切な法案、大切な議論ができなかったというの評価をされました。やはりその、政治と金の問題、とても大事なテーマではあるんですけど、それにたくさん時間を費やさざるを得なくなってしまって、大切なテーマは議論できなかったという側面はあったと思います。はい、特に泉代表から、泉代表がこの国会を振り返って、特にこの課題に対して、ちょっと議論が足りなかったのではないかというようなテーマがありましたら、伺いますが、立憲民主党としては、党内の議論は活発だったし、充実をしていました。少子化対策も、教育の無償化も、エネルギー改革も、しかし、そういうことが確かに注目を浴びる場面というのは本当少なかったですね。それはもう連日、報道はもう裏金ということになってしまっていたし、委員会で例えばセキュリティクリアランスが、立憲民主党が現実をですね、しっかり見据えて、対案も出し、また前向きな姿勢でですね、取り組んできたということについても、本当はもっと伝わってよいのかなと思うものもたくさんありましたが、まあ、とにかく本来、自民党が自ら解明するべき、党の中で決着させるべき裏金問題を、こうもここまで自民党が自分たちで自浄作用を働かせずに、そして国会じゃないと解明できないかのような状況が作り出されですね、延々と他の政党から質問をさせられるというですね、まあ、本当に自民党に大迷惑を被ったというのが、まあ、今国会ですね。まあ、その意味では本当に少子化対策も教育の無償化も、まあ、当然ながら我が国の国際的なですね、まあ、対外政策についても、農業についても、もっと議論をしたかったですね。はい、ありがとうございます。おはようございますか。東京新聞。東京
京新聞です。冒頭のご発言にも関連しますが、今国会の政治改革が大きな争点となり、期間中に行われた大型選挙でも、立憲民主党が自民党との戦いを制する場面が目立ちました。改めてになりますが、政権交代を目指す上で今国会がどういう位置づけになったかというのを振り返っていかがでしょうか。大きなステップになっているし、この流れをですね、より強めていかなきゃいけないと考えています。4月の補欠選挙で勝利をしたというのは本当に大きい、政治改革に向けても後押しになった。でこれは我々まだ党へ少数ですけれど、3つの補欠選挙で勝ったことによって衆議院の政倫審の議席が増えて、この政治倫理審査会で参議院と同様の議決ができるようになって、自民党の裏金議員を政治倫理審査会に呼ぶということが決定できたわけですね。これは大きな進歩だった。そして最終的に自民党の議員がそれに応じなかったということも、白日のもとにさらされたわけですから、自民党の今はその総選挙、前回の総選挙で決まった議席数を全体をひっくり返すということはできないわけだけども、少なくともしかし自民党がこの改革を妨げている、真相究明に後ろ向きだということは世の中に知っていただくという補欠選挙になったというのは間違いないことなので、やっぱり動けば変わりますよと、有権者の皆さんが動けば、国民の皆さんが怒りを持って行動すれば、政治は一歩一歩前に進んでいくということを実感した今回の通常国会補欠選挙でしたので、立憲民主党として、この政治塾も通じて、さらに候補者を擁立して、総選挙に向かって準備をしていきたい。そしてこれ、補欠選挙の時も言ったんですけど、裏金問題に対する大きな怒りとともに、人口減少と地方の衰退ということに、多くの国民の皆さんが不安を感じていて、それに対して立憲民主党が取り組む姿勢を見せ続けていますから、こういったことも閉会中もですね、私も全国各地視察に行ったり、地方の実情をお伺いをして、こういった政策に厚みを増してですね、総選挙に向かっていきたいですね。重ねて失礼します。こういった立憲の構成もあって、総理は会期末の解散、断念したというふうに伝えられています。で結果的にですね、次期衆院選よりも前に、自民党は総裁選、自民党は代表選を行われる公算が極めて高まっております。改めてですが、代表選へ向けた対応であるとか、あとは抱負などありましたらお願いいたします。まずは私は総選挙に向けて全力を尽くします。先ほど話をしたように、150という数字からのスタートでありましたが、今180までいって、しかしまだ過半数の候補者を立てている状況ではないので、とにかく我が党の代表選よりも前にもっとやらなければいけないことがあると思っていますから、候補者擁立を最優先に、そして党の基盤強化を最優先に、そしていわゆる選挙政策づくりを最優先にして取り組みをしていきます。代表選についてはですね、今まず日程が、これは私が決めるのじゃなくて、代表選管、立憲民主党の中の別組織である党の代表選挙管理委員会が決定をすることですし、その日程にも寄ってくる部分がかなり大きいと思いますから、今現時点で私がこの代表選について何かを考えているということはございません。確認ですが、代表選への態度を正式に表明されるのは、その代表選管が日程等を固めた後になる。わかりません。はい。それを何か今決めているという状況にはないですね。はい、ありがとうございます。他ございますか、宮崎さん。フリーランスで宮崎の弁理です。他の野党との連携に関して、今国会の振り返りと次の選挙に関してお伺いしたいと思います。まず今回ですが、トリガー条項に関して、自民、公明、国民民主党の協議体が12月に発足しましたが、大体まあ1月下旬の時点で国民民主党は完全に保護にされたんだと思います。そして6月、これ維新と国民、維新と自民の伊藤衆合意に基づいて、調査研究候補代替費を改革するということに関して、これをもう完全に保護にされたというふうに考えていいかと思います。両方とも木原誠二幹事長代理が実務者だったんですけれども、岸田総理としては解散してしまって、維新や国民を連立に取り込もうという考えはあんまりないんだろうなという感じはいたします。
まあ、今回両党は昨日の不信任案には一緒に行動をいたしましたけれども、まあ、両党のこの動きに関して、まあ、自民党の誠実さに関してどのように振り返られますでしょうか。ね、政党の規模は小さいとはいえ、公党間の合意を、まあ、いとも簡単に反故にするというのは失礼だし、昨日私の質疑弁明でも言ったんですけど、まあ、そんな自民党のトップってこれまで見たことないんですよね。党と党で結んだことについては約束を守る、しかもそれは大きな方あるいは政権政党ですからね、それぐらいの矜持、良識はあって当然にもかかわらず、口ではいいことを言って表では誘い水を撒いて、しかし釣った魚には餌はやらないと、まあ、こんな姿勢で信頼は得られませんよね。岸田さんというのはそういう交渉の仕方をする人なのかということも、まあ、随分と自民党のない中でもですね、こういう姿勢に対する批判や、まあ、疑問の声というのは多いんじゃないかと思います。まあ、こういう岸田さんの姿勢は随分と今国会広く伝わったのかなと、こういうことではおそらくこれから総理からさまざまな誘いを受けても乗る人物というのはあまりいないだろうなと、まあ、そういう意味で四面楚歌ということにつながっていくのじゃないかなとも思いますね。で、一方でこれ次の総選挙に向けて野党のということですが、私はそんな簡単な話では選挙のこと2問目でもう一回お伺いしようと思ったら、ちょっと申し上げてください。はい、だいたい今、まあ、289の選挙区で自民の現職と立憲の元職と、まあ、維新の新人と賛成の新人の、まあ、実質三つどもえというか4人という選挙区が、まあ、もう半数以上になってきたんじゃないかと思います。で、今後立憲と維新の間での野党一本化というのは、まあ、幹事長の過去の発言ですと、まあ、数選挙区にとどまるんじゃないかというようなことでした。今後立憲と維新が野党の一本化でこれも150ぐらいしなきゃいけない話になってくるますけれども、今後一本化の方に行くか、それともちょっとまあ同じ無事な期間とか、まあ、万博の件もありますけれども、ちょっと維新とはエッジを利かして維新はちょっと自民党の方に寄ってるんじゃないかというような感じで、今後党全体として政策も含めてどういうふうにやっていかれますでしょうか。立憲民主党がまず自民党に代わる新しい政権を作る、そこに向かって今全国で活動を展開しています。そして私自身もその我々の考え方に、まあ、どう思うかということでミッション型内閣と、もしかすると連立政権かもしれないから、国民の声が自民党ではない政権を望むならば、そこは各政党を準備しなければいけないのじゃないかという問いかけをしています。まあ、それにどう応じるかだと思うんですね。結局両睨みでいきますよという姿勢なのか、自民党にも立憲民主党にも両睨みでいきますよという姿勢なのか、明確に自民党ではダメだと、一緒に戦おうという姿勢になるのか、それはもうまさに各党の判断だと思うんですね。ですからその判断が不明な状況をただ我々待っているわけにいきませんから、まあ、立憲民主党としてはとにかく自民党ではない政権を作る、立憲民主党が特に大きな責任を担っていますから、まあ、そこに向かって自分たちの努力はひとときもやはり緩めることなく努力をし続けなければいけないと思ってますので、明確にそういう意思があるということをおっしゃっていただく政党があって、やはり一緒に戦おうじゃないかという政党があればですね、やはりそれは我々としてじゃあぜひ一緒に考えましょうという話をしていきたいなと思いますが、もし中途半端な姿勢であれば、そこをずっと待ち続けるっていうわけにはいかないわけですね。なので立憲民主党は立憲民主党としての努力を、最善の努力をまず党としてやり続けていきたいなと、はい、考えています。関連で一つだけ短く教えてください。核融合に関して議員連盟ができて、まあ、代表は会員にはなってられていませんけれども、はい、この核融合に関しては核融合議連の幹事長は国民民主党の竹爪さん、東京電力出身の竹爪さんが幹事長されてますけれども、これはミッション型内閣としては
閣僚部の方に若干そのエネルギーは国民民主党と仮に連立を組むならば棚上げみたいなのがこのミッションだったないかというものの考え方でしょうか。いや、まだ全くそんな話をしたことはないですね。はい、おかございますか、読売さん。読売新聞の宮根と申します。先ほど質問があった代表選関連で質問なんですが、参考選であったり県知事選であったり各種論調査の時期新選の投票先でも立憲ってかなり上昇傾向が続いていると思うんですけど、先ほど代表が今回の振り返りでこの流れを続けないといけないというような発言もあったと思うんですが、ご自身 の再選っていうことについて今なんとかこう考え自体はそれ自体は排除してないく考えているっていうことでよろしいでしょうか。もう一回お願いします。今この流れを継続するべきだっていうようなことを先ほど今回の振り返りだったんですが、代表ご自身はこういう理系のいい傾向の流れを継続するためにご自身の続投っていう、何の続投、維新の続投、ご自身の続投、ご自身の、ああ、そうか、それがちょっとよくわからなくて、何のご自身の続投という考えも排除せずに今考えていらっしゃるということでしょうか。はい、そうですね。で関連で同時期に自民党総裁選も予定されていると思うんですけど、仮に代表選自体が無投票だとなかなか一般の方の関心というのが集まりにくいかなと思うんですけど、ご自身が出るか否かは別として、やはりこの党代表選というのは選挙戦になるべきなのかなというか、なった方がいいのではないかとか、そのあたりというところにも、いや、特段何の考えも今はありません。どうあったらいいとかないとかそういうことではないですね。今はとにかく総選挙に向かって努力をしている最中にあります。はい、おかございますか、事実です。通信のお疲れです。先ほど質問にも出た他党との関係性について関連の質問なんですけれども、先日連合の吉野会長と国民民主党の玉木代表が定期的にやっている政策の懇談会を行いまして、そこでですね、連合出身議員懇談会を通じて立憲民主党と国民民主党、そして連合の間でその政策、基本的な国の根幹に関わる基本的な政策について議論を進めていきたいという考えを吉野さん示されたんですね。ミッション型内閣というお話もありましたけれども、泉代表としてこういった動きに対して期待するものはあるでしょうか。これは連合とあるいは国民民主党とつどつどやり取りをしていて、はい、その流れの中にあるということですね。ですから我が党としてもその流れの中でさまざまなやり取りをしています。はい、で当然これ両党が何らか連合を間に置きながら連携なりを進めていくとすれば、両党が納得する形でやっていくということになると思いますから、はい、そういう方向で進んでいると認識しています。代表かねてですね、番組、インターネット番組でしたかね、その政策協議を行うのはいいんだけど、そのテーマの選定においてちゃんと立憲民主党の意見も入れてほしいという考え示されてたと思います。連合としては、衆院選に向けたその基本方針では経済、財政、金融、外交安全保障、エネルギー、憲法といった国の根幹に関わる政策について、両党が合意してほしいという話ですが、こういった項目について、政策協議を行うのはやぶさかではないっていう。まさにそういうことに基づきながら、どういう話し合いができるのかということだと思いますね。はい、それは連合さん の書いている文書はそうなっているということで、はい、それを踏まえて、また我々も、じゃあどう議論していくべきかということを話し合っていくと。はい、日経さん。日経新聞の澤です。代表選に関連して伺うと、先ほど特にお考えないとおっしゃったので伺いづらいんですけど、先日野田元総理は今年、自民党総裁選と日経の代表選挙が
まあ、同時期にある、まあ、可能性が高いということを踏まえて、その埋没しないような形で立憲民主党の代表選をすべきだというふうにおっしゃっていました。つまりその同時期に、まあ、自民党よりも注目のされる代表選をすべきだという主張だったと思うんですけれども、まあ、こういうふうに一定間、まあ、あとは自民党と の, その比較も含めて改めてどういう、まあ、ご自身先ほど言わされるような意欲を見せられたと思うんですけど、どういうような代表選にしていきたいのかと。これは代表選管が決めることであって、党の代表が決めることじゃないもんですから、何とも言いようはないですね、はい、とにかく、まあ、党の一構成員とすればやはり、ね、代表選があるんであれば、それが世の中に伝わるような代表選であればいいなとは思ってます。はい、あと話題変わった明日から始まる立憲政治塾について伺います。うん、塾ということなので、まあ、受講者の方々にいろんなことを学んでもらいたいという目的もある上で、まあ、衆院選の候補者をしたいということだと思うんですけれども、まあ、代表として国会を通じて具体的にまあどういうことをその受講生にまあ得てもらいたいかというのをまず狙いを教えていただきます。立憲民主党を知っていただく、そしてやはり他の政党との違いということも学んでいただきたいし、そして我が国の抱えている問題ですよね、そこに共に向かっていこうという、まあ、勇気も持っていただけるような塾にしたいですね。まあ、政治と会の問題とかその政治家の姿勢というのが有権者からも見られているような情勢だと思うんですけれども、まあ、どういうような人材をその衆院選に向けてしていきたいとお考えでしょうか。まあ、本当自民党さんのようにその各議員がというかね、パーティーを開いて、たくさん金を集めて、あるいは献金をたくさん集めて、活動するということは、特に新人の場合、想定しにくいと考えますので、まあ、立憲民主党としては、党からも、まあ、候補者として決まれば、党からも応援をするし、そして、まあ、お金のない中で、地域の方々と共に対話しながら歩んでいく政治を続けて政権交代に向かおうと、それは可能だと、こういうことを示していきたいですね。考え方が悪かったんですけど、どういう人物像のその人を今探したいかっていう。同じ人物像だったら困りますからね。正義感があって、やはり今の政治を変えたいという勇気を持っている方であれば、さまざまな属性の方々に集まっていただきたいですね。最後、意気込みで結構ですけれども、どれぐらいの規模をその政治塾からその候補者としてしているか。それは分かりません、やっぱり。うん、他ございますか。産経さん。産経新聞の深津です。別件にですね、政治資金パーティーの執行役員の当面自粛の件についてお伺いいたします。先月ですね、岡田幹事長が執行役員会の後にですね、政治資金改正のめどがつくまでの間は執行部は自粛するということを発表されましたが、この政治資金規正法改正が成立しましたが、これをもってその今後はパーティーは解禁ということになるのでしょうか。いえ、現状はまだ何も変わってないですね、はい、継続中です。はい、それはこう、まあ、また何かしら執行役員会などを開いて方針を確認するということになる。もし何かあればそういうことになるんだと思います。承知、現段階ではまだ継続中と。承知いたしました、ありがとうございます。おはようございますか。朝日新聞さん。朝日新聞の伊沢です。自民党の中では主に地方から岸田総理への、 その責任を問う声が上がってきているかと思います。で、実際次の総裁選で、まあ、もしかしたら岸田総理とは別の顔をすげ替えてまた挑んでくるというか戦ってくることも考えられます。その自民党の対応について、まあ、立憲としてどう向き合いたいかというのをお伺いください。冒頭お話しましたけど、中身のない政治改革案に自民党の議員たちが一糸乱れず、ね、賛成をしたわけですから、政治改革の志、政治改革の意思、これはまあないということは、それは上川さんであろうが、石破さんであろうが、加藤勝信さんであろうが、茂木さんであろうが、
みんな今の現状追認の政治資金規正法、自民党の議員たちがほっと胸をなで下ろす政治資金規正法に賛成をしたということで言えばですね、まあ、自らの身を正す律数という考え方がないということですから、まあ、そういうことは世の中、国民の皆さんに伝えていかねばならないなと思うし、まあ、誰がなろうともですね、まあ、自民党、今までとにかく頭を変えて、一気に人気が出たところ、しかも頭を変えたときに、いろんなそのパーソナルなヒストリーをいっぱい持ってきて、その人との人となりの方に話をそらしてですね、そしてまあショーアップ、プレイアップをして、総選挙に臨むというやり方を何度もやってきてますから、これは国民の皆様に、我々としてはそこに騙されないように、一緒に戦っていきましょうねと、裏金議員をいっぱい通すわけにいきませんよねということをやっぱり訴えていきたいですね。ちょっと話題変わるんですけれども、先ほどご発言の中で、今後その解散総選挙に向けて政権準備を急ぐというご発言がありました。具体的にその国民に何を訴えて立憲が政権を担うのかというのを伝えるかというのはどう今お考えでしょうか。はい、変えること、そして続けること、これをよく国民の皆さんにお伝えをしていきたいなと思ってます。変えることっていうのは、今回の政治改革、自民党ができなかったことをやはり実現していく新しい内閣であると。そして教育の無償化や異次元の少子化も、岸田政権では不発ですから、こういった人への投資について、我々として新しい政権は取り組むということを国民にお伝えをしていきたい。特にこれは変える部分ですね。で、一方で継続する部分というのは、まあ、当然、外交関係、ここを継続していくということ、そして我が国の防衛政策や、あるいは日米安保条約ということについても、安定を旨として、そして継続性を大事にしながら、一方で国民の皆様の不安や要求が強いことについて、誠実な話し合いをしていく環境を作っていくということをやっていきたいなと考えています。まあ、そういったこう継続と変革ということの両方を伝えていけるようにですね、国民の皆様がまあ立憲民主党の政権をイメージしたときに、経済も大混乱するとか、あるいは外交が混乱するとか、そんなことはないよというふうに思ってもらえるようにですね、特にそこを強調していきたいですね。はい、最後に泉さん、解散総選挙いつあると思いますか。分かりません。これは分かりませんね。なので野党の側っていうのは本当常にこれまでもまあずっとそう思ってやってきましたけど、いつ選挙があってもいいようにというか、いつ選挙があっても戦わなきゃいけないという立場ですから、その時その時の全力を尽くすしかないってことですよね。ありがとうございます。他ございますか。前西さん。毎日新聞の源馬と申します。憲法の関連についてお伺いいたします。先の党首討論でも、岸田総裁から、憲法についての議論を進めたいという逆質問のような趣旨があり、そして先ほどの憲法審の幹事会でも、与党の一人理事の方から閉中審査の提案があったということです。まあ、この会期中の憲法をめぐる議論を振り返ってですね、立憲としてこう閉会中審査含めてどういうふうにこう議論に関与していきたいか、また憲法をめぐる議論の岸田政権のこう姿勢、取り組み方についてもご見解お願いします。総理が党首討論で憲法のことをこちらに問うてくるっていうのは、まあ、予想もしていたし、それは全然構わないことなんですね。ただちょっと時間が長すぎたなと。総理の発言時間が長くて、結局26分のうち半分以上総理が喋ってたっていう討論になっちゃったんで、まあ、それはちょっとやりすぎでしょうというのは、今もう国会内では結構与野党共通の話題になっていて、まあ、これはもうなんとしたもんだろうなと、総理も初めてとはいえ、もうちょっと離れしてもらわないとというふうには思いますね。で、まあ、その中で問われたことで言えば、やはりこう憲法改正っていうのは、解散・総選挙と同規模で大変な手続きが伴う、国民投票が伴うものですから、
生煮えで憲法改正案を出すわけにもいかないし、そしてこれ、オーストラリアなんかでもよく言われるんですが、与野党が対決、対立したまま、無理やり憲法改正を図ったときっていうのは、大体、頓挫しているケースがあってですね、じゃあ、何を論題にして、どういうふうに与野党合意を作り、そして700億円ぐらいかけて国民投票にですね、入っていくかということについては、本当によくよく議論をしていかなきゃいけない中で言うと、まだまだよくね、何時間やったから議論が煮詰まったという言い方をする方あるんですが、そうじゃなくて、議論が煮詰まったかどうかっていうのは、時間の問題というよりも、本当に煮詰まったかどうかなので、その意味では、緊急事態条項だとかということについても、実は参議院の方では、立憲民主党が反対しているだけとは言えない状況もかなりあって、自民党や公明党の参議院の皆さんからも、かなり衆議院側だけこう任期を延長だなんだと勝手に議論して、参議院の緊急集会の位置づけを落とそうとしているけれど、果たしてそれはどうなんだっていう声はかなり実は聞いています。ですから、あの時私も総理に、それはお宅の党の参議院の側に聞いたらどうですかっていうことを言ってもいいかなと思ったぐらいだったんですけど、それぐらいに実はまだまだ生煮え状態です。ですから、議論するときには我々、出席をして議論をやってますけれど、であと閉会中審査云々っていうのは、これは国会の中で決めることだし、本来であれば党首同士がこの委員会は閉会中審査をやりましょうとか、この委員会はやりませんとかっていうことを決めるわけもなくですね、それは大体国会の常識に基づいて、国会内で決められることですから、むしろこう党首が口を出すような話ではないし、党首討論で扱うような大きな話でもないですよということは言わなきゃいけないですね。あくまで国会の中で、審査会長と幹事、この中で合意されていくことだと考えています。ありがとうございます。憲法とあと野党との他党との連携についてもお伺いしたいんですけれども、憲法審の中では国民民主党の玉木代表もですね、憲法改正に向けてかなり積極的な主張を続けてこられたと思いますが、国民民主党との政策の一致ということを目指していくときに、やはりちょっとまだ溝はあるのかなというふうな感じがありますが、どのように取り組んでいかれる。国民主党と合意を目指すときに溝があるということを逆に言えば、国民民主党が立憲民主党と合意を目指そうとするならば、溝があるということでしょうから、それは両党がそれを埋める努力をするかどうかではないでしょうかね。ですから、両党にまた責任があるでしょうし、片一方の意見だけが通るものでもないだろうと、考えています。ありがとうございます。他ございますか。堀田さん。フリーの人です。まず沖縄県議選の敗北はなぜ負けたんでしょうか。お答えください。堀田さん、質問が続くときがあるので、じゃあここで一回切っていいですね。これ沖縄の県議選はですね、4あったところで残念ながら2になったと、立憲民主党はですね、ということでこれは敗北です。で、あれ、県政与党ということでいけばですね、県民の皆様に希望を持っていただけるようなやっぱりテーマ、争点、そういうものを作ってやはり訴えていくということがもっとあった方が良かったかなと、そのようには思います。その部分もちろんこれからまたさらに選挙の分析などをしてですね、考えていかなきゃいけないけども、足りないところがあったんじゃないかと考えてます。それから昨日の不信任案で令和さんが棄権をしました。これについてどう思いますか。それはもうその政党のご判断ですね。それから来週ですね、都民の補選も行われます。足立選挙区ですけど、連合東京から推薦を受けた林川さんが出ます。で、連合東京から推薦を受けていない
蓮舫さんがですね、一緒にやるということはあると思うんですけども、これは別に差し支えありませんか。一緒にやるのかどうかも私はまだ聞いていませんし、この前もちょっと、まあ、告知の前ですけどね、そこはもう東京の中のお話ですね、党本部に何かっていうのは聞いてないです。わ、はい、かりました。それからですね、補選はですね、8選挙区あるんですけども、たった3人しか出ないんですけども、これは立憲民主党の現在の力というものを表していますか。はい、素直で結構です。ありがとうございます。はい、他ございますか。フリーの小山です。ちょっと質問がまとまらなくならないように気をつけたいと思いますが、ですね、党首討論の方は拝見させていただいて、本当に首相を叱りつける泉さん、全然感じの悪いところがなくてですね、はい、大変スーパーな、党首だと思うんですけれども、今回の、議決してからこのですね、まあ、大変な法案を議決してからの党首討論だったっていうのがなんかちょっと残念な点で、やはりトーンダウンした時っていうのが今回参議院で巻き返しましたけれども、野党の党首がこう首相に呼ばれるっていうことがあった時にやっぱりちょっとトーンダウンするなっていう印象を受けてるんですね。それはごめんなさい、野党の党首というのは具体的に、はい、国民とかですね、はいはいはい、呼ばれるって、その時に、まあ、マスコミさんのちょっとこうムードも変わって、トーンダウンするなと、立憲 の力がですね、トーンダウンするなっていうちょっと印象を受けてますで、これやっぱり男性ってやっぱりそういう生き物なのかなと思うんですけど、そのまるで総理大臣が上司で、自分たちが部下みたいな、呼ばれて光栄だみたいな、こうそういうムードっていうのがちょっと、それでほわっとこう押してしまって、なんか一回巻き込まれてしまうっていうのちょっと気になるんですよね。で、泉さんも1月5日に呼び出されたと思うんですよね、能登半島の件で。それで皆さんでお話し合いしたと思うんですけど、その後の記者会見が私すごく印象に残ってまして、やっぱり泉さんがトーンダウンしているように私には見えたんですね。で、今回熊本半島の災害関連死、ごめんなさい、能登半島の災害関連死が熊本の、関連死を抜くという状況になりまして、まあ、立憲の方はまた申し入れに動かれているかと思うんですけど、その1月5日のまあ、お話し合い呼び出されて、まあ、そんな時にこう、まあ、その時のどういう気持ちだったのかっていうのをもう一回ちょっと聞いてみたいなと思ったんです。はい、はい、これ各政党それぞれ党が違うとはいえ、年がら年中ただ単に戦っているっていうことではなくて、互いに賛成する法案もあるし、そして共に立ち向かわなければいけない事象もあります。能登半島の地震が起きて直後、総理から問いかけがあって、それは私は応じるべきだと判断をしたし、そしてまず総理側が何を考えているのかということを知ることも大事だと思いましたから、これは間違ってなかったと思ってますし、そこで何かトーンダウンとかトーンをアップとかそういうことではないと思いますね。被災者の方々がおられて、いかに国として救うかということが問われる場でしたから、まあ、そのために何ができるかということを考えただけですね。はい、情報力の差としてその神戸を垂れてしまうというところはあるんですか。いや、全く神戸は垂れてなかったですね。ご出席はされるべきだと思うんですけど、全く本当に神戸垂れてるどころか、かなり総理に言いましたよ。もう時に第一次要望を出して、もう支援物資のことから被災者の方々の救出のことから、あるいは避難所、トイレ、もういろんなことを政府側に求めて、それをむしろ聞いてもらった場ですね。ですから、呼ばれたっていうのは、それは呼びかけに応じてもらったということの、まあ、意味合いもあるし、必ずしも何か総理の言うことを聞くために集まった場ではないですね。我々として30項目ぐらいの要望を出してますんで。はい、じゃあ、もしトーンダウンして見えたとしたら、ちょっとのれんに腕押し感があったと。そんなことでお元気がなかったというような感じですかね。そこはまあいろんな方の見方が、ね、はい、あろうかと。
わかりました。はい、で、今回の件では警察や国税庁が機能してないというふうに思いましたし、そのせいで国会議論が全部塗りつぶされてしまったと思ってますし、中小の商工連からは納税させろと、あの人たちにですね、納税きっちりさせろということで院内集会なんかもありましたですよね。でこのままでは、民主主義が完全に機能しなくなるんじゃないかというふうにもう国民はそこまで危機感を強めていると思うんですね。でこの海外の全体主義勢力と結びついて強権政治を堂々とやろうとする、それで憲法改定をしようとしている、それもその一部であって、その一環としてのパーティー系の制度がこう生き残ってしまったというふうに私たち見てるんですけれども、いい法案たくさんお持ちなので一刻も早く政権交代していただきたいと思うんですね。で不正選挙の体制、反省する人たちであれば最初から選挙買収なんかしないわけですから、すいません、ご質問をお願いいたします。不正選挙体制をもっと追及するような弁論ですとかね、法案をお出しになられているのも、大体再三政権を下げますとかそういう口当たりのいいところしかあまり出してないと思うんですけど、そういうところはもう真剣にやらないと立憲民主党の勝利っていうのはありえないと思うんですよ。特に地方選で結果が出てるのに国政で出ないっていうのは、そこに闇にスポット当てていくという覚悟はありませんか。選挙体制のこの選挙買収をなんとか止めるという、覚悟をお聞かせいただきたいんですよ。少しその何に向かっての覚悟かっていうのがですね、いまいちこうその不正選挙体制というものが何を指しているのかがちょっとよく分からないものですから、もう一度言いますよ。反省する人たちであれば最初から選挙買収などしないですよね。そのためにパーティー券でお金集めてるんでしょうということを泉さんおっしゃってます。その件もいけませんし、地方選で結果が出てるっていうことはですね、武蔵使ってない、それから派遣社員使ってないっていう選挙だから結果が出てるんです、ちゃんとした。ですので真剣にやってほしいんですよ、公正な選挙が行われるように。それをもっと口に出してほしいんですよね。そういう覚悟ないですか。ちょっとよくお話をまたこちらに届けていただいて、党としてまた考えていきたいなと思います。はい、大きいからといって国民は支持しないですよ。ちょっとね、ある程度仕切ってもらって、はい、他ございますか。よろしいですか。はい、はい、